ちょっと一足早めに俺とケロリ、ちょっと行かせていただきますね。生クリームを。先生、これどうやってやるんですか？ペタペタやるの？ペタペタ行きましょう。はい。いや、いや。もう超うまそう。たっぷりとね。生クリームに頑張ってもらうしかない。もう生クリームパワーで乗り切るしかない。いや、超美味しそうだよ、でも。ねえ。もうダメだ。ペタと。もう後ろから絶望の声が聞こえてまいりますね。もうダメだ。もうダメだと。終わった。終わった。外の飾り付けとかなんか頑張ればいいんじゃないですか。おいおい。え？投げやりやね。すんごい。ごめんなさいごめんなさい。え、なんかそらみちゃんの見た目めっちゃいいよ俺。ねえ、ね、いちご使えるだけで全然違くない？そらみもいちごっぽくなってて。いや俺まだいちご残ってるからね、しかもまだ使うんだ。いいな、使えるもんがいっぱいあって。いいでしょう。いいな。もう一個引いたらダメよ。なんでいや、もう下だけしか残ってない。ケロさん、もう一個引いてみるのいいんじゃないですか。これからトッピングに、はい、もう一個引いていいの？いいよ、行きましょう。ごめん、悪いね、なんか先輩のなんかずらしちゃって、うん、ごめんね、みんなちょっともう一回引くわ、ごめんごめんありがとう、いい？じゃあ引くよ、行きましょう。みんな優しいんだから。ありがたいな、やっぱこう歌い手のね絆ってやっぱこういうとこだよね。出ました、バナナ。バナナいいじゃないですか。この場合バナナ出んなよおい、黒豆でええやん。じゃあバナナ、バナナの権利を得た。バナナ出んなよまあでも嬉しい、みんなへの気持ちだから。どこ見て、どこ見てる、どこ見てんの？カメラ、全部のカメラありがとうございます。じゃあバナナちょっと使わせてもらおうかな。バナナいいっすね。ちょ、僕もでも具材足んないからもう一個ぐらい開けようそれあり？それで甘いかでも入りなかったらはい、見せて、はい、見せて、はい、見せて、大きい声で、はい、見せて、こっちに、せーの、黒豆せーの、いいなー、すげえ、黒豆、豆、豆、豆ちょっと食べてみる自分で。ちょっとさなんで俺や。いやいやいや、美味しい、美味しいじゃん。なめたけと、ささみと、いちご。違う違う、銀杏とサラミといちご。銀杏とサラミといちごと、そんなでしょ。ああ、なんとも言えん顔しとんな。いや、ちょっとうまいよ。そうだよね。え、嘘。そうだよね。ちょっとうまい。ちょっとうまいっしょ。いや、普通にうまい。ほら。なんつうの？ちょっと酸味があってね。もう、お酒のおつまみめっちゃいいかも、これ。ほら、来た。これワインめっちゃ合うわ。よし。はい、さあね、ちょっと片付けてまいりました。わーわーと。お待たせしました。はい。お待たせしました。お待たせしました。一見、うん、良さそうでは。なんかこう並んでるとね、うん、なんかケロさんなんか白飛びして。そうなのよ。一番俺がダメそうなんだよ。上は一番美味しそうっすよ、うん。皆様普段ねからね、あの応援してくださって本当にありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあ3人一緒にいただきます。いきましょう。はーい、いいですか。はい、お手手を合わせて、はい、いきます。いただきます。せーの、いただきまーす。ケーキ食うのになんで俺箸なんだろう。じゃあ、まあ、アマちゃんから言ってみるか。嘘。まあ一人ずつ。そうだね。どうやってリアクションがそれぞれどうやって食べたいよ。スプーンでさ、もう具を全部乗せてさ。あー、なるほどね。ただし全部のあれを味わいたくない。レモンも一応絞って汁みたいにかけてるんですよ、ね、生クリームに。チーカマとトマトを乗せて。あ、いい、ね、あ、いい、見せ見せ、はい、豆も乗ってるし、はい、はい、もう何かよくわかんねえ俺。はい、いいっすか。どうぞ。いきます、いただきます。どんな味なマジで。え、でもなんかそんなにくそまずくなさそう。あ、なんかそうでもない。なんか事故起きたみたいな。どんな味なの。どっちどっちこれ。頭痛くなってくる。頭痛くなってくる。あのね、全部邪魔。トマトの味もチーズの味も全部邪魔。喧嘩しちゃってんだ。全部邪魔。
ファンのことそう思ってんだ。いやいや、バカ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 。ファンへの気持ちだもんね、こ これ悪意のある切り抜きチャンネル。食べた時のね、感想はファンへ。え、じゃあ絶対ちゃんとしたコメントしろよ。悪いけど多分俺のそんなにひどくない。お、全部のっけた。サラミアマちゃんがちょっと喧嘩しちゃってたんだね。サラミと、まあ、銀杏と、もうほんとごめんなさい。あ、天月菜はもうファン同士喧嘩して頭痛いと。そんなことないっすよ、もう本当に。そんなことないよね、たまたまだよな。気持ちが出ちゃったね。たまたまちょっと地方のライブではそういうお客さんがいた。やめろやめろ。知らんけど。やめろマジで。じゃあソラミちゃんの、はい、パワーオブ、はい、ちょっとじゃあ画面これだけね見せてもらった後、ちょっとソラさんはマスクを、はいよ、はい、はい、全部載せてあります。銀杏とイチゴと、いいカメラ。じゃあちょっとカメラ一瞬下のやつに切り替えてもらっていいですか。おい、切り替わった、まだ、どこだ。あ、OK です。行きました。はい。行きまーす。はい、どうぞ。いちごがいいな、やっぱいちごが。お、ほうばったね。いいね、ガッツリ。どうよ。どっすか。あれ？あれ？あ？なんか、あんまり表情の変わりはないですね。はい。普通にうまい。ごめん。じゃあ、マスク戻していただいて。ごめんけど、あの、サラミのしょっぱさと生クリームの甘さが割といい感じに、うん、ああそういうね、そういうねいちごの酸味もあって、いちごの酸味とサラミのしょっぱさがなんか結構いい感じに絡み合って、ど、うん、銀杏は感じない。もうもはやな。そう、銀杏別に全然感じない。ああ、なるほど。銀杏もまあでも甘く味付けしてるから邪魔はしない。うん、はい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 、はい、ちょっと食感あるかなぐらいで、そのまあ、基本いちごケーキにちょっとしょっぱいサラミの味がちょっと入ってくるかなぐらい。持ってるなぁ。で、全然いけます。まあ俺はね、ファンのみんなのことやっぱちゃんと感謝してるんで、それが味になって帰ってきたから。逆に一番悪く映ってる。いやいやいや。なんかそんなことはね、そんなこと、はいはい、じゃあ、まあ、これがボスっすよ、まあ、そうそう。いやいや、これでうまかったらすごいんじゃないか。これでうまいのがあのいいんじゃない、本当は一番。じゃあいただきますよ、皆さん。え、じゃあ一体何が入ってるのかもう一回聞けそうですか。なめこと白滝とバナナとヨーグルトとちょっとレモン。ゲルリーファンのことおもちゃかなんかだと思ってる。まあ本当に思ってる。それは本当に思ってる。本当に思ってる、うん、もうそれが形になって現れた。そうだね、具現化しちゃったんだね、これが。だってもうなんかさ、もう名前の通り、なんかさ、あのケーキの具をさ口の中でぐちゃぐちゃにして吐き出したみたいな見た目してる。ゲロラだけに。ゲロラだけに。じゃあこう乗っけて、で白滝となめことヨーグルトと、やばい、うわわわわわわわ、マジでオートムツ。やめてやめて、何ふさわしいって。おい、見ろ見ろ見ろ、やばいって。おい、見たことない見たことない、こんなの。いただきますね、皆さん。鍋の残りに生クリーム突っ込んで、やめてくれ。イメージしちゃうからやめてくれ。いただきます、皆さん。はい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 。うわわわ、うわ、ジュルジュル言ってる。ケーキ食うときにする音じゃないんだよな。え、うわ、しっかりまずい。そうだよ、ね、待って、いや、美味しいとこあるんじゃない。あ、でも後味はうまい。あの最初にヨーグルトとかの感じか。そう、最初にやっぱりなんかね、なめこの、うん、変なしょっぱさみたいなのと甘さが混ざって、あ、なんかグニョグニョってしてるんだけど、うん、後半はもうずっとバームクーヘンだから。あ、なるほどね。白滝どこでか、どうなんすか。白滝は最悪よ。ニュルニュル、おい、ラーメンとケーキ締め食ってる感じや。ああ、びっくりだ俺は。絶対食いたくない。でもね、うん、これクリームを甘めに作ってたらもっと砂糖入れて、はいはいはい、多分打ち消してうまいと。あ、全然食える。溶かしてるだけだね、それは。ちょっとなんかね、なめたけのあの独特な味が、いや、ちょっと食欲失せるわ、見てるだけで。あ、でもいいところ探そうとしてるのはいいよ。えずら汚い。えぐ。ファンのいいところ探せる。今ファンのいいところ。お食事中の皆様本当に申し訳ありません。ほんと食欲が。うん、結構うまいかも。いや、お、結構いいかも。いや、騙されない。